旅行第66潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅60型潜水艦の7番艦。1941年12月4日、第7潜水船隊第27潜水隊として、クエゼリンを出港。本艦は、第27潜水隊司令潜水艦。ウェイク島攻略作戦に参戦のため、ウェイク島方面の配備につく。 両艦と共に第一次はエイクと攻略部隊を誘導。12月13日、第一次はエイクと攻略作戦失敗により、第七潜水船隊司令官、大西晋三少将は、第27潜水隊に対し、クエゼリンへの祈祷を命令。両艦2隻は了解したが、本艦は通信故障のため受信が届かず、そのまま紹介に従事。12月17日20時34分。 ウェイク島、南西252度25回立地点において、紹介のためウェイク島に派遣された、両62と衝突して沈没した。両62川は、両66の存在を知らず、スコールの中で突如現れた、両66を回避できなかった。この事故で、第27潜水隊司令婦会や大佐、潜水艦長、黒川秀幸仲裁家65名が殉職し、 両66号潜水艦環境にて当直の3名が救助された。この沈没事故により、第4艦隊司令長官、井上成美中将は、第7潜水船隊司令官、大西晋三少将を買い次げした。艦長たちの軍艦誌466から467ページによる、階級は就任時のもの。ありがとうございます。